温泉郷から望む港山温泉は兵庫県神戸市兵庫区港山町にある温泉。温泉名の由来となった港山という地名は港川が山中から平野部に出てすぐの山に沿った場所に位置することから、源泉温度が約摂氏27度と低いためガス滝の蒸気ボイラーを利用し加熱しての源泉かけ流し。温泉前は 昭和の面影を色濃く残す、下町の風情がある古くからの昭和の面影を色濃く残す、下町の町の外れの港川沿いに、日帰り入浴施設である、港山温泉だけが存在し、宿泊施設はない。神戸天然高専の経営。銭湯のような施設であるが、入浴料金は、銭湯よりも高い。なお、南に50メートルほどのところには、 天皇温泉という歴史ある建物が残る天然温泉の日帰り入浴施設もあったが、神戸市の財政悪化に伴う水道料金改定の余波により2004年に閉鎖された。浴用加熱が必要な温泉には珍しく、すべての浴槽でかけ流しを実現している。浴室は細長く、浴槽は低温、中温、高温の3種類の浴槽があるほか、 加熱前の源泉を利用した水風呂や陰泉場がある。中温と高温の浴槽は深く、そこには玉砂利が敷かれている。なお、源泉にはわずかにヒを含むために、1日あたりの飲用可能量は 400ml までとされている。主浴槽のほか、タコズボという摂氏46度の高温槽や低温槽弱 G、中温槽の電気風呂、摂氏38度のぬるま湯槽、 摂氏28度の源泉浴槽がある。すべての浴槽に源泉を叩え、加温かけ流し式で使用している。平安時代には存在し、すぐ近くにあった福原慶の公家や平野清盛などの母子も入浴したというが、伝説の一を出ない。1889年に温泉施設が開業したのが、現在の港山温泉の起源である。 1970年代には1日平均1200から1300人の来客数があったが、昨今は360人、日程に落ち込んでいた。神戸市の上下水道料金見直しに伴う負担増の影響などもあり、2015年5月10日をもって廃業することが2015年4月に一旦決定した。この報道の後、静岡県の伊豆高原ビール株式会社が新会社を 設立して運営に当たることが決まり、2015年5月11から13日の休業を挟んで5月14日から新体制で営業することとなった。祇園神社すぐ西祝祭日の水曜日は、通常営業翌平日休業最終受付は23時まで、大人700円小学生230円入用時、無料、休憩室は受付横に、無料座敷スペースあり2階に、 有料の24時間休憩スペースあり、ありがとうございます。